こんにちは、ゲームメイトのケイドラです。本日は高杉晋介の貫通パーティーの攻略を見ていこうと思います。今回は、どっちかというと解説とかじゃなくて、こういう攻略もありますよっていう、まあ娯楽程度で見ていただけたら幸いです。で、今ちょっと家から撮ってるんで電車の音うるさかったらすみません。はい、貫通編成でストックでクリアしないといけない状態だったんで、アイテム使わせていただきました。はい、で紋章力はなしとなっております。ジュレットは動撃速殺、ダルタニャンは遊撃で、もう一個のダルタニャンが遊撃得ると、多分学び得るとか毒我慢得るでした。なのであんまり恩恵ないですね。過激恩恵はほとんどありません。はい、まあ横間で倒していきまして、でこの編成は昨日おとつ上げた、まあ、ジジにチョコキャラのみの攻略とかと一緒なんですけども、マインスイーパーじゃないキャラが2体いるんで、できればダルタニャンのターンで抜けるように調整をしています。そうすると、まあ、地雷が巻かれるターンに忍やジュレットが動くっていうことにならないので、ダルタニャンが動くターンに地雷出されるっていうことになるので動きやすくなっております。ただ調整ミスった時は結構ね、地雷がバン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 出てる状態なんで危険なんですけども、一応そこを意識していただけたらちょっとは攻略楽になるかなっていうふうに思います。はい、まあ、こんな感じでダルテなんで抜けております。次は、まあ、ここね、結構貫通タイプだったら火力不足っていうところあるんですけども、まあ、直殴り倍率アップしてるんで、しっかり殴ってあげれば、まあ、そこでこう削れます。で、まあ、今回そのさっき言ったブーストじゃなくて、HP 10% 削るアイテムと HP 1万上げるアイテムを使っております。というのは、まあ、ボスにですね、反射員がホンサレーザー3本撃ってきて、さらにメテオ、落雷、ね、受けるんですけども、結構この動画撮ってる時に、もう、バン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  HP9 万ぐらいなんですよね。このパーティーだったら9万ぐらいマックスあっても、普通にやられることが3、4回あって、ちょっとこれ、ブーストしないと足りないなっていうところで使わせていただきました。本当に反射員の機嫌次第では、まあ、全然食らわない時もあるんですけども、まあ、機嫌がいい時は、悪い時かな。まあ、本当にめちゃくちゃ食らうんで注意してください。で、ここは、さっき言ったようにダルタニャンで抜けるようにしています。で、次のステージは、まあ、侍が左側にいるので、まあ、ジュレットスタートの侍をすぐ倒せるように左に寄せています。まあ、しっかり配置ですね。反射と一緒なんですけども、配置をしております。はい。ジュレットの友情が強いです。ソリッドバレットもですし、長距離メテオでしたっけ。もうめっちゃ強いんで、まあ基本的には結構友情がいきます。はい。地雷回収は全然できなかったですね。忍が踏んじゃってる状態なので、まあ結構迷った結果、横間で下に下がって、まあ、忍の場合エナジードレインがあるので、敵に攻撃するために回復できますドレインですね。これをちょっとしっかり活かしつつ、まあ、地雷にこう踏んだんですけども、まあ大丈夫でしたというところです。はい、遅延攻撃食らっちゃったので、まあ、あいつすぐ倒したいよねっていうところで地雷回収し持って倒しに行きます。まあ、全然回収できなかったんですけど、これがね、やっぱ拡大衝撃波が2体食らうと本当に大ダメージ食らうので要注意です。ここでちょっと SS1 本打たせていただきました。はい。めっちゃ強いんですよ、本当に。これね、1段階でこれですからね。はい。で、次がダルテなんで抜けるように縦勘で、もう剣は捨てましたね。はい、抜けました。で、次は、まあ、下配置がいいので、割とみんな下にいるかな。もっと下がいいんですけど、下配置で突破しております。友情生かしつつ倒すんですけども、はい。思ったより上に行っちゃって、これはミスショットです。お次、ダルテナのターンで、一体は倒せたと思いますね。友情がやっぱ強いです。友情が強い。本当に強い。
はい、遅延攻撃食らいました。でここは、まあ、とりあえず侍倒したかったので横貫をします。で天使が攻撃力アップ状態じゃないのでヒーリングオールも全然回復しません。紋章なしなんでね今回は。はい、お次はどうしたのかな、多分火力かな、地雷取りつつ火力を出していきましたが、あの地雷取りたかったな、もう一個の。これまだ2体重なっちゃってて、もうやべえってなって、もう、あ、もう負けたかなと思ったんですけど、この回復量注目していただきたいですね。めちゃくちゃ回復できます。3万ぐらい回復しましたね。やっぱ同じトレーニング強いっすわ。地雷回収しもって、天使も倒しました。まあ、天使倒せば地雷出てこないんで、まあ、このパーティーの場合は、できるだけ早く天使倒してもいいかなというふうに思っております。でこのターンに抜けちゃいたくなかったんですけども、抜けちゃいましたね。ダルテラのターンで抜けたかったんですけども、抜けちゃいました。で、次が、その、やばいところなんですよ。めちゃくちゃ大ダメージ食らうんで、この体力でも結構やばいんですけど、今回は、まあ、機嫌が良かったのかな。マジシャンに機嫌が良かって、一体も倒せなかったんですよね。でも、思ったよりダメージ食らわなかった。で思ってるっていうか、まあ食らってるんですけどね、落雷が4万ぐらい食らうんで、はい、これちょっとやべえなっていうところで SS を打ちます。まあ、弱点に当たれば麻痺するプラス、まあ、回復もできるんでね、エナジードレインでいいんですけども、正直2ターンしか麻痺しないんで、この麻痺の効果はボスに対して意味がなかったです。今一番いい時は蘇生が来るターンとか、このドクンドクン攻撃が来るターンに打ってあげるのがいいんですけども、まあ、今回はもうやばいっていうところで HP を回復したかったんで打ちました。で、これまた地雷がやばいんですよね。その、ダルテなんで抜けなかったんで、地雷がやばいターンにジュレットを動かなあかんっていうところで、もうやむなしで HP0 になります。はい。本当に火力やばいな。地雷のダメージやばいですね。次、SS は、2段階溜まってますね。この 4P のダルテなんか。ここはまあ、地雷じゃなくて、火力取りに行きました。で、これまた、忍とジュレットが打たんに、地雷も変えるんで、結構しんどい状態です。はい。ここでまあ、とりあえず1体侍をやっとこうっていうところで横貫をして、天使も倒したいなっていうところですね。ただ届かなかったです。で、次。SS 溜まってたんで、ここで撃ちます。ヒーリングオール展開できるんで、やっぱこれが優秀ですね、ダルテの方が。はい。3壁に触れたのかな？そうですね。左以外はヒーリングオール晴れたんで、回復ができる手段は作れました。天使もやれたんで、まあ、ここでちょっと悩んだんですけども、まあ、左にずれていきます。とりあえず、侍はもう無視します。はい。で、地雷を、まあ、一個踏んじゃうんですけども、とりあえず回避ですね。ボスの、この投げ払いが結構痛いんで回避しました。で、ここで、どう打ったっけ覚えてないな。あ、友情生かしつつかな。で、機嫌よくね、メテオの右下に押してくれました。で、こうなった時に、まあ、縦感か迷ったんですけど、剣もあったんで、剣を取りつつ、まあ、地雷も踏んでいきます。はい。ヒーリングオールあるんで、回復もできますね。思ったよりダメージが伸びなかったんで、これちょっとやばいかなって思ってたんですけど、まあ、ここからね、剣持ちダルテナのいいところが見れました。次、殴りに行くんですけども、まあ大ダメージですね。はい。で、次は投げ払いで、ここ耐えれたので、もうこれ横間で終わりですね。はい。まあそんな感じで、ワンツーパーティーで、まあブーストじゃなくて、アイテム、ゲージアイテムじゃなくて、HP アップと、敵の HP10% 削り使っているんですけども、このような攻略になりました。まあクリアタイムもまあまあ早かったんじゃないかなと思います。9分15秒ですね。はい。まあ、そんな感じで、全然、
まあ、これを参考にというのは違うんですけども、まあ、一応貫通パーティーでもクリアできますよっていうところをお見せしました。やっぱ忍が強かったです。ジュレットも強かったんですけど、忍のエナジードレインがかなり良かったですね。あと、ダルテナンのヒーリングオール展開する SS、まあ、自強化も入るんで、かなり強力でした。まあ、そのところで終わりたいと思います。詳しい攻略解説は、自陣初期キャラのみの攻略とか、ガーチパー攻略ですね、の方を見ていただけたらなというふうに思います。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローとインスタのフォローもお待ちしております。それでは、バイバイ。良いゴールデンウィークをお過ごしください。